皆さんこんにちは、えりこです。今日はトラベルジャパニーズクラスについてお話しします。このクラスはグループレッスンで2月に4回あります。1週間に1回のクラスです。内容についてお話しします。セッション1が終わったら自己紹介や好きなこと、趣味について話せるようになります。セッション2が終わったら行きたいところへの行き方や方向について話せるようになります。セッション3が終わったら探しているものがお店にあるか、それから値段について話せるようになります。最後のセッション4はレストランでの注文やコンビニでの店員さんとのやり取りができるようになります。予約は、Facebook のイベントページか私のウェブサイトからお願いします。質問があったら私にメッセージを送ってください。それではオンラインレッスンでまたお会いしましょう。